第3展示室のところ変われば虫変わるを紹介します。昆虫は、分かっているものだけでも、約80万種が知られている、未知のものを合わせると100万種を超えるような、とっても多様な、グループです。でこの展示はですね、世界地図の上に、蝶々、それから甲虫、セミの仲間を、その虫がいる場所に、示したものになります。例えば、日本のあたりを見てもらうと、カブトムシであるとか、ギフチョウであるとか、オオムラサキ、ガブラゼミみたいな、馴染みのある虫が見られます。で世界に目を向けてみると、例えば、アフリカではオオハナムグリの仲間であるとか、東南アジアではトリバネアゲハの仲間、それから南米では、モルフォチョウや巨大なカブトムシの仲間であるとか、といったようにそれぞれの、地域で、に、特別な、昆虫が見られます。草原では、竹の短い草、稲の仲間とかを食べるバッタの、仲間とかですね、それからそこに生える、スミレの仲間を食べる、ヒョウモンチョウの仲間なんかが多く見られます。で、海岸では、こう砂がたくさん溜まっているようなところで、暮らしている、ウスバカゲロウの仲間であるとか、それからバッタ、それからヒョウタンゴミムシですね、それから波打ち際にはこう半妙が、いたり、します。キノコも、虫の餌としては重要なもので、例えばキノコムシの仲間であるとか、ゴミムシダマシの仲間が特にキノコに集まってこれを餌にしています。だから木が、枯れて倒れたりした朽ち木ですね、にはカミキリムシとかタマムシなどが卵を産んで、幼虫がそれを食べることによって、分解するような、そういう分解者の役割も持っています。変わったところでは、動物の糞も、立派な昆虫の餌になってて、特に、ハエの仲間の幼虫がこれを食べますし、大黒コガネの仲間が、幼虫の餌にして、分解する大事な役目を持っています。昆虫は、分布を広げて同時に、新しい餌であるとか、住処に適応して、また他の生き物との関わり合いを、持って、種を増やしてきました。ここで展示されている、ここの展示で、どういう餌を食べて、どういうところに住んでいるのかっていうのを見てもらって、今みんなの周りにある、昆虫の多様な世界を、見てもらえたらと思います。